皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回はカメラの修理に関する小ネタの動画です。題して100均のアイテムで二眼レフにフレネルを入れる。古い二眼レフカメラのウエストレベルファインダーってすごくファインダー像が暗いんですよね。ちょっと年代が新しくなるとスクリーンにフレネルが入って明るくなるんですけど、基本的には1950年代前半の例えば日本製のものとかっていうのは入ってないものの方が多いです。で、そのフレネルを後付けするっていう話なんですけど、これ元ネタがあって、古くからあるフィルムカメラのレストアについての個人ウェブサイトの素人写真機修理工房っていうところに、古い二眼レフにフレネルレンズを入れるっていう記事があります。今見たらタイムスタンプが2003年と2004年ということで、当時文房具屋さんで売っていた小さいフレネルレンズを入れてファインダーを明るくしたっていう記事でした。なんですけど、その当時手に入ったフレネルっていうのは結構小さくて、二眼レフのだいたい 56×56cm ぐらいのスクリーン全面を覆うってことはできてなかったんですよね。なんですけど、今回購入したスマートフォン拡大鏡っていう製品は、二眼レフのファインダースクリーンよりも明らかにサイズが大きいフレネルレンズが入ってるんです。それでこれはファインダーを明るくするのに使えると思って買ったのでした。じゃあ開封して構造を見ていくと、見ての通りプラスチックのフレームに薄いプラ系の素材のフレネルレンズが入ってるだけです。じゃあ分解してカメラに入れていきましょう。今回入れるカメラはかなりボロボロで修理してる途中のアイレスフレックス Y3 型というものです。1951年のカメラで当然フレネルは入ってないです。じゃあ入れていきます。スマートフォン拡大鏡を分解します。プラスチックがはまってるだけなので簡単にばらせます。で、一応傷がつかないようにマスキングテープで保護してカッターで切っていきます。ちなみに100均の製品なんで、開封した時からちょっとした傷はついてました。あんまり気にしなくてもいいかもしれないです。で、ピントフードの部分を外してスクリーンを止めてるバネで一緒に挟み込みます。じゃあどういう風に変わるのか見ていきましょう。まずフレネルを入れる前の状態、だいたいファインダーこんな感じです。で、同じ露出と光の条件でフレネルを入れた時、こんな感じになります。ちょっと明るくなってるのがわかるでしょうか？まあこういうのってカメラで動画で撮った感じだと違いを伝えるのが難しいんですけど、二眼レフカメラ触ったことがある人ならわかる通り、フレネルが入ってるのと入ってないのだとかなり明るさ変わってきます。あと、それから今回買ったスマートフォン拡大鏡、フレネルの目がそんなに荒くないので、あんまり目立たなかったです。ピント合わせにも影響はしないと思います。このスマートフォン拡大鏡、今回はセリアで買ったんですけど、ダイソーでも全く同じものが売ってました。セリアかダイソーで買えるということですね。キャンドゥは売ってるかわからないです。ダイソーかセリアにあります。ということで、二眼レフに100均のアイテムでフレネルを入れるというお話でした。ありがとうございました。オブスクラでした。